では99年組の対談後半戦いきたいと思います。みんなこうやってね喋ってるけど仲良くね、要はライバルなわけじゃん。で全員だってそういう世界じゃないですか、プロって。でも同期ってぶっちゃけ僕の同期はあんま仲良くなかったですよ。同期はこんな仲いいの結構珍しいなと思ってるんですけど、その秘訣って何ですか？おっとすぐ来ましたね。もう一回行こうか、もう一回行こうか。みんな仲良くしてるけども、その秘訣って何ですか？おお、すごいですね。その手だけじゃちょっと分かんないんだけど、あーすごいすごいすごい、両手でもよく分かんないんだけど、これ秘訣ってのはやっぱりこう山原選手を中心にみんながこうまとまってるって感じですか？はい、あとやっぱレオンが、あ、すみません、山原選手があの、いや、いいですね、あなたは使う必要ないです、はい、そう、僕が使うんで謙虚なんで、はい、あ、僕らもまだまだまだ頑張らないとなってこう。やっぱレオンが活躍するとみんながこう、あ、もっとやらなきゃいけない、もっとやらなきゃいけないっていう、まあ嬉しいっていうのもありますけどね。あ、単純にそのなんだろうな、変な話こう嫌じゃない、その結果同じポジションだとしても、うん、で例えば僕と滝が同じポジションでも結果残しても嫌じゃないっていうか、うん、そこは素直に応援できる部分は仲いい、いいのか悪いのかは別として、うん、それは偉いですね。もちろんライバルではありますけど、ああみたいな感じにはならないとですよね。あ、素晴らしいですね。加藤選手はどうですか？俺もそうですね、この前って大吾とあのメンバー集めたんで、うん、2人でダゾーン見てたんですけど、あのレオンと滝が映ると2人ではしゃいでました。ちょっとやってみて、エアでやってみて。滝が出てきたシーンでこうやって2人で、カフェが出てきたよって2人で、なんてじゃ滝くんが出場しました、滝が出てきました、カフェが出てきたよって2人で、カキが身内ネタよく分かんないんだけど、それで2人ではしゃいでたの。はい、うん、だからそうですね。いや、山原選手がクロスして入った時とかどんな感じなんですか？いや、もうやっぱりレオンだよな。とにかくレオンに回せってこう、もう最後押し込まれた時に、とにかくレオンに、でレオンの方回ってきたら、ほらヘラレオンって全部もで、レオンが追いつかなかったら誰も追いつかないよ。あ、それはもう無理だと。そのボールはもう悪いんだと、パスが悪かったと。本当かな？本当です。で、滝が入ってきたと。カキが出てきたよ。2人でずっとそうやって。滝選手どうですか？皆さんのライバル関係というか。ライバルっていう思いはほぼない。おお、また新たな質問ですね。あるのはあると思いますよ。お花畑なの。滝は優しいね。優しいから。そうなの。なんか。あるけどこう蹴落としてっていう感じじゃないっていう。ああ、でもそういう世界じゃないですか。タスパ選手っていうのも。そうも言ってられない。いやでも同期がやっぱ活躍するのは素直に嬉しい。おお、いいですね、その関係性。まあその関係性を保ってる中心にいるのは出会いは山原選手ということですね。で滝選手が出てくるとこの関係だよって。でまあいずれね、みんな一緒に出れたら嬉しいです。そうですね、だって止めたね。これ言いたかったの、これ言いたかったの、これを最初から言いたかったの。でも理想ですよね、理想ですよね、それがね、みんながピッチ上で、はい、みんなが活躍して最後アイスダウンのピッチ上で最後ね勝利で、挨拶回るって嬉しいでしょう。はい、ちょっと想像してみてくださいよ。え、なんで想像する、上向く全員なんで特に鹿児島してくださいあれ出しといてください、 CG CG の使い方ね、彼知らないんですよ。ただ言ってるだけなんでね、 CG 言っとけ何でもいける、靴下も消せると思ってます。まああの仲良しであるのは分かったんですが、それがサッカーでも生きているってことでいいんですか？まあじゃあどういう点で生きてます、サッカーで言うと。なんか仲いい分言いづらくなったりとかするあるんですか？逆ですね、うん、求められるものはしっかり求められてるのかなとは思います。なんで笑うの？真面目だなと思って。じゃあ試合中みんななんて言うんですか？例えば山原選手のことはレオンって言いますよね。じゃあレオンどうしてくれよとかって言うんですか？ここよこせよみたいな、みんなちゃんと言ったりとか要求しちゃったりすることはできるってことですね。まあ、お互いの話はちゃんと聞きます、ちゃんとお互い、うん、お互いだけがこう言ったりだけとかはないかなとは。ああ、片方が言って言いっぱなしってことはない。そうはないです、うん、まあそれは重要なことですね、はい、
そこの中で一番この試合中にこう人が変わるというか、まあ、サッカーって人が変わる人いるじゃないですか、すごいおとなしいのにプレー中熱いとかね、昔伊藤輝さんとかすごい熱かったんですけど、全然喋んねえのにプレー中めっちゃ怒るじゃんと思って、もう僕びっくりするもんねえ、めっちゃ怒るじゃんと思って、普段喋んねえのにと思って、そういう人いたんですけど、ここの中で言うと人が変わると誰ですか。まあ、ゴリはなんか見ててもこう試合中もワーワー言ってる雰囲気ありますね。レオンじゃないですか。レオンじゃない。え、怒ったりするの試合中。怒ってるね、結構怒るんで。そうなんだ、怒る、うん、結構怒ってるイメージある。そうじゃん。へ、じゃあ大悟は、高橋でしょ。大悟もなんかサッカーの話になるとめっちゃ真面目に話してるんですよ。いや今のここ行けたよねみたいな。あすごい真面目なんだ。そう、優しいんですよ。自分で言うの。はい、優しい。あ、優しいから自分も改善するよっていう。あ、じゃあ俺もこうするからお前もこうしてくれよっていう。聞き上手です、聞き上手です。めちゃめちゃ聞き上手、うん、そうなんですよ。実は試合サッカー中ってこうなりやすいじゃないですか。なるなるなる。だけど多分一回聞いてくれます。あ、お前はどうしたかったんだっていう、うんうん、いい上司になりますね。はい、いい上司だと思います。全然否定してんだよな。はい、その全部受け入れるよな。褒めるな。これが聞き上手。いや、はいって言ってない。聞き上手じゃないよ。はいって言ってるだけだから今の。そうですね。いや、そうですね。頭いいブルなって。いや、はいじゃなくて。高卒なんで。いや、高卒意味ないから。褒めると伸びるタイプ。ああ、褒めるとすぐ登っちゃうタイプ。そう、はい。はい。聞き上手。さすが聞き上手。ありがとうございます。はい、だからいっぱい褒めてください。サポーターの皆さんに、ね、はい、いっぱい褒めてください。いっぱい褒めてください。もう、じゃあ滝選手はどうなんじゃない。もう試合中とかも全然怒んないんじゃないかという雰囲気なんだけど。なんかもうほんわかして、いいよみたいな。意外とでもね。でも、うん、意外と滝、しっかり言ってくれます。お、もっとこうして、もっとこうしようって。今のもっとこうこうできるっていうのは。どんな言い方なんですか。早くよこせよとかじゃなくて、もっと高校できるんじゃないみたいなの間ぐらいです。あ、難しいな。のちょっと真面目バージョン。あ、なるほどね。宇多木選手はプレー中に自分がやっぱスイッチが入るっていうのは分かるんですか。分かるっすね。だって普段ほんわかしてるから、はい、でもたまに、あ、こいつちょっと変わってなってんなって時ありますよ、うん、あ、怒ってんな。俺は分かります、結構。へえ、それどういう時なの。削られたとかとかあって、一瞬クッカッてなった時僕分かります。分かんないでしょ。分かる。俺分かる。大悟選手が知ってる滝くんのとかってことね。付き合い長いんでそれは分かります。あ、ちょっと、あ、ちょっと苛立ってる、苛立ってるなっていうのは分かります。でも俺もあのすごくタッチゴール決めた時は生きてんなって分かった。それはもう自分でも思いました。あ、もう来いよ来いよみたいな、周りに要求しちゃっても。そうでしたね、すごかったですね、あれは。はい、ああ、すごい生きてるな、絵に描いたような生きり方です、ね、あれかっこよかったです。お恥ずかしいです。4月はディープシーブルーマンス、4月29日 J1 リーグサンフレッチェ広島戦、アイスタをディープシーブルーに染めて僕たちの後押しをよろしくお願いします。